CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。このパンデミックはかつてないほど急速に広がっています。ボートたちが街中を歩き回り放火して、当局は今夜再び暴動の対策を、建物は燃え、人々はボートたちに犠牲を受け取って都市全体に緊急事態が宣言する。 CDC はすでに国の中西部地域を隔離し、献身、誠実、品位、これこそがまさにアンブレラ社の基礎をなす根本的な価値観なのです。そしてこの基礎こそが我々人類にとってより明るい未来を作っていくのです。Thank you.